この1月4日この寒い中やってんのかね、やんのかね。そうやら、あの車、田中さん、ブルースカイです。ありがとう。今日やってんの？まさかやってると思わんからさ。もう終わった。はい、え、あ、そうか。いや、今からもしやじはんのやつ取ろうか思ってな。あ、そう、ありがとう。はい、そしたら、もうあと何すんの？今もうウエイトやってます。これ終わった。いや、まだあと、まあ、2セット目なんで、あと3セット。不安な、いつも。雨が降ってきて、バラバラな。いや、おる。ありがとうございます。そうかね。9日から合宿に行くことになって、次沖縄に。沖縄行くんですか？はい、おう、9日から。そうですね、沖縄で1ヶ月ぐらい。3ヶ月です。え、3ヶ月です。3ヶ月。長っ。国の大会が3月の末にあるんですけど。ああ、それどこでやるの？香川県です。香川県で大会があるんで、そこに。香川県。はい、香川県で。四国の。はい、おう、そこに合わせる感じです。あ、そうですか。だって日曜とか土曜が多いんでしょ、あの大会は。そうですね。ね。普段の日やったらいけるけどな。おお、ありがとうございます。何キロやってるんですか？これ120キロです。120キロ。ああ、すごいね。これ何セットぐらいやるの？今、6回をとりあえず5セットですね。ああ、そんなにあれなんで、もう今日はこれだけで。ああ、今日、あの、1週間ぶりの練習なんですよ。え、29日から来週5日までか。え、29日から休んでて、30日から休んでて、ちょっとこんなのずっと乗ってなかったんですか？はい、乗ってなかったんですか？まあたまにはな。冬をやる人は少ないやろ。いや、みんなやってます。やっぱりやってんの？ほんま。だって川行ったかで誰もはやってなかったぞ。いつやったか、2、3時前川ちょらっと見たけど、はい、吉野川、誰もやってなかったけど。練習しないと繋がってこない。やっぱ体なまりますか？はい、そうですか。ああ、やっぱり全日本のチャンピオンってすごいわね。ほんな、香川県のどこでやるんですか？香川の坂出市っていう。坂出か。香川県は高松。ああ、そうです。ああ、高松な。行ったことあるんやけどね。そうか。どうですか？船ぐらいですか？あ、そうか。いっぱいなんか入れてあるけど。あ、これは、そうですね、高校の部活。ああ、高校生使ってはるの、これ。はい、あ、症状あるんじゃないですか、あなたの。いや、それは自分のじゃない。あ、自分のですね、それ。え、それ自分の、ね。あ、高校ね。高校のインターハイです。インターハイですか。はい、これは優勝って書いてないけど。2番でした。優勝できなかったで。あ、2位って書いてあるな。あれ見たら、ほら、チャンピオンって書いてあるから、あれ。あれ全部。こんなこともあんの？そうですね。2も。はい、あ。その時は誰が1位だったんですか？山梨の三浦くん。知らんな。多分全然わからないと思います。知らん。何人かはよくカヤックのやつ見てると出てくるでしょ。はい、誰やったかな、よう出てくる人おんねんけど。そうですね。こっちもあるけど、いっぱいあるけど、全部あなたの？いや、違います。この手前のやつは自分なんですけど、奥のやつはもう先輩の。おお、なんでこんなとこ置いとく、家に飾らないの？な、コピーです、コピーです。あの、先生が多分、あの時の。ジュニアの代表ですか？はい、認定証。これがあると、あの合宿とか行かないかんねやろ。これはリフティング用のやつですか？
リフティングやってみたらちょっと幅が、そうですね、もうあの全然あれした位置からということはこの台は 手作りだって自分にもこんな台はないじゃないですか。ああ自分にあのいいとこに行ったらあるのっていうかこの、はい、なんかこうやって上げるの見るけどさ、こういう性能台もあるんですけど普通のジムには置いてないです。大概この上げるやつ置いてあるでしょ、はい、ああこう下から持ち上げるのあんまりないよね。これがいいじゃないですか、これが。これが。そうですね。これはこのマット、何のマットですか。普通のあのお風呂マットです、ね。お風呂、なんかと思って。もう。あ、重たい。これは重たいわ。ちょっと待ってや。こんな重たいの。うわ、ごめん。無理。いや帰ってみたけど無理やな。な60キロあんの。そうそう、片方60ですね。上がらへんねんけどな。まあ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 力なくなったって言えや、それぐらいの見た感じで上がれと思ってやったんやけど。いや動かなかったな。これはあれで上げろ、引っ張り上げろ。すごい。恐れ入りました。いやすごかったわ。ほんで一回な、これずーっと一回回ってん俺。はい、あ見ました見ました、あの YouTube 見ました。あ見てください、すごいありがとう。回ってほら、あんまりの水があの水位が下がってるからびっくりして、今日も下がってますね。はい、どうあのやっぱり小物になんかおかしいでしょ。そうで、ね、見た感じですね、ちょっとだいぶ下がってますね。だいぶ何メートル下がってますね。78メートル。そんな下がってんの。7メートル8メートル。あれです、結構あ、そうですか。ちょっとずつ上がってきてます。それでもまだあの前の一番最初に見せてもらった時にね、はい、イメージからすると随分下がってるからね。そうです、あの時もまだ結構下がってて、あの白い線のところまで行くんですよ。そうですよね、はい、ほんでこの前だからあの来た時そこから降りてみたんですよ。 あ、はい、あの入り口書いてあるでしょ、入ったらあかんって書いてあるけど、まあいいか思って入ってみたら、みんな歩いてありましたわあかんって書いてあるけど何人か会いましたけどね。ほんで聞いたら、いや入ってあのみんな散歩してますって言われて、あそうでか言って、ほんでずっと回ったらかなりあるねこれ、1時間ぐらいかかりましたで、ね、ずっと歩いて、ほんで古墳とかあの辺にあるから、わしの趣味の古墳もね、あのなんか森の中に、森だちょっと一気だけ見て、ほんで今日はねそこの古墳があるじゃないですか、あの大王墓やったかな、大王墳やったかな、ほんであれの石室に入るかと思って来たんだけど、あのライトがないからね、ライトが枕らしいから、ライトがないからこれあかんない言うて、たまたま寄ってみたんですよ。まさかいらっしゃらんやろ思って。自分もあれです、あの今日ちょっともうちょっと遅かったあれですね、もう上がってましたもん、ね、今日これで終わりなんでタイミング良かったね。ほんならどうしよう、次行く、いつ来るで。いや申し訳ないです、またまたそのうち多分来年とかちょくちょく練習来ると思う。だって3ヶ月も行くんやったらさ、そうです。全然大変がね。3月末、はい、試合は4月ですか、3月末、そうです、3月末試合があって、はい、でそこであの代表の選考がまた行われるんですけど、それは毎年あの代表選考しますか。代表選考毎年あります。1回なっても毎年やんなんすの。毎年ちゃんと近くつけないと上がっていけない。あ、そうなんですか。それちょっと初耳やね。代表になればずっといけると思うんですよ。そうやけないの。世界選手権で10月11月にアジア大会があります、はい、ちょうど4年に1回のアジア大会になって結構大事な大会になってきます、ね、それを経てオリンピック中になってくるわけ。そうですね、来年の世界選手権でオリンピックの選考があります。あ、ということは3年後はそういうことになるね、はい、フランス次は。そうですね、パリやっぱり頑張ってくださいよ。あの意見からテレビは見とく。違うね、なかなかやらへんねんって、あのカヤックね、えなんか知らんけど、この前誰やったら、あの羽田さん、あの人がやってんのに関わらず、あの人が優勝したからいろいろなったんやけど、その前は全然やってなかったんやって。本当に頑張ってよ。だからあれはいかんなと思ってるんやけどね。すごいです、あれね、ちょっとさっきは
片方で両手で上げたんやけどね、全くびくともしないぐらいの重たいやん。60キロや言うてあったけどね、上がらなかった。あれ120キロやしな、120キロはやるから、わしらがね、あれ片方で上がらなかった。すごいね、やっぱりね、この実践と言うのがすごいね。まあもう撮ってくださいよ。ほんならもうすごいことになりますって。ね。ありがとうね。ほんなら忙しいし、棚田大二さんでございました。たまたま来たんだけどね、ちょうどいらっしゃった。危ないとこやったんやけどね。吉本整形外科のね、専属画像ですか。ね、スポンサーがね。はい。